Hit a lake with a bitch from the bayou. Make sure the pussy ball no caillou. Who do your ass like I'm Ryu? I splash on your ass like I ice. Chapstick on my lip, but I'm looking like a bitch. I had a couple kids, but I threw them in a dish. For the ice on my wrist, no a guy could whip. We can take force, man, every night before 10 and I've been fucking bitches. はいどうも、ひたすらチャンネルです。ひたすらチャンネルです。はい、2回言っていくっていうことで、はい、今回は、トリッキーなプレイをしたい方必見だったり、あとはね、女の子にモテたい方必見だったり。ひたすらチャンネル大好きな方必見だったりするね。今回の企画なんですけど、今回紹介しようと思う選手はですね、こちらの選手です。はい、メンフィスデパイ選手ということで、はい、この選手がまあね、とてもね、とてもね、まあ、トリッキーなプレイヤーね、なかなかね、まあうまいや、抜け出したりや、すげえや、すっごいやん、心くんということで、はい、このね、まあなんか右足でちょんちょんちょんってしながらね、スペースを伺ってるかのよう、ね、様子のね、このデパイ選手。じゃあ何がね、まあ能力突出してるか、またはね、いいのかって言うとますね。ということで、176センチということでね、はい、俺と同じぐらいの身長で素晴らしいと。この身長ならね、ドリブルもしやすいし、すごいいいかと思います。編成数は90。で、ここら辺能力全部90乗ってますね。はい、ボールキープ、ドリブルとかの、ボールコントロール系は全て90乗ってて、まあかなりね、バランスが良くて使いやすいのかなと思います。はい。で決定力88ありますので全然ね決まりますと。はい、もうね88はね決まるよ。あ、ステーキ88だからな、まあ、知ってるか、ステーキ88な、沖縄行けよと。でスピシュンもそこそこあり、そこそこじゃない、結構あるなこれ。93と90は結構あるな、新幹線ぐらいかな、まあ速さは。うん、キック力もそこそこあると。強くね、じゃ今見直したけど強くね、この選手。はい、今回ねこのデパイ選手をねバチコリとねってね、やっていきますので、皆さんね、よくね、そのお目目で見てくださいということで、試合レッツゴー。はい、マッチングしていくということでね、はい。デパイが絶好調と、素晴らしい。ああ、いいね。こういうね、まあね、理解力のある選手がね、まあ俺のチームにはね、必要と思いますよと、うん。そういう理解力がない選手はね、最近多すぎると、うん、俺がね、実況したい選手がいつも不調だったりね、好調だったり、ただの、絶好調じゃなきゃ意味ないんですよと、はい。ということで、今回はデパイを ST で使っていこうと思いますね。はい。CF で使っちゃうと、2列目の飛び出しが発動しなくなってしまいまして、まあ、これを紹介する意味がないと。うん、トリッキーなプレイイコール、まあね、前の位置の ST で、まあ、2列目の飛び出しという、まあ、選手の固有のね、まあ、能力を使い、まあ、うまくね、勝っていこうかなと思っておりますので、皆さん、そういうところをね、しっかりとお目目で見てくださいということで。まあ、最近ね、バルサとね、まあ、バイエルンのユニフォームが増えてきたよねと、アイギッキングオフされてゆくということで、うん、やっぱりね、IC ね、出てきたからね、IC 系が出てきてから、なんか、交通カードちゃんが出てきてから、なんだろうね、やっぱりバルサと、バイエルンが増えてきましたと、うん、なんか別に悪くはないんだけど、なんかね、そうだよね、っていうね、まあね、わかるかな、このもどかしさだよね。元カノが、まあね、新しい彼氏と付き合った気持ちかもしれないね、これって、うん。これ多分ね、元カノが、まあね、なんかすごい今彼氏できて、まあ、めちゃめちゃ幸せそうな姿見てるとなんかもどかしい気分になる。これがね、まあうまい具合の俺の例え方かなと。はい、バチコリと素晴らしい例えをしてきたところでね、まあしっかりとね、君たちにね、ね、いいプレーを見せるんでね、しっかりと見ててくださいと。はい。ということで、デパイここいけるんじゃないのと。いけるいけるいける、お、いけんじゃん。おい、おい、惜しいって。お前さ、それはさ、お前バナの皮全部剥いたらちょうど猿に取られるぐらい惜しいって。お前ふざけんなよマジで。どういうことだよマジで。まさにアチャモと。はい、まさにアチャモ。そういうことで、炎タイプのね、ひよこちゃんを言ったところでね、バチコリとね、もうね、しっかりといいプレーを見せたいと思いますと2回言っていくとね、この流れ2回流れていく。新しい言葉決まりましたと。新しい言葉できましたと。同じ流れ2回流れていくやつということで、やばいやばい。ここね、こういうところの守備の仕方を教えますよ。2枚目プレスを使うんですよ。で、中を切ると、そう、必ずサイドでプレスをかけるときは自分の選手じゃなくて、まあ、2枚目プレス、まあ、かけられないときは自分のプレスでもいいんだけど、まあ、やっぱあとはドリブラーとかは自分のプレスがいいかもしれないね。うん、2枚目だと抜かれちゃうから、まあそこはね、臨機応変にって感じで、まあ基本はこういうオンチャレだったら、まあいけるよ、いけるいけるいける。いや、まずある、お前さ、それさ、いつも負けてるじゃんね。お前、石の上にも3年勝てなあ。お前、石の上にも3年勝て、何度も何度も奪われれば、そのうちでどん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 でかくなっていくってか、悪いね、バカとしてよ、本当によ。
まあまあ話が逸れてしまいましたよと、あなんかプレスの話なんだけど、まあ、やっぱサイドから来た時は、まあ、2枚プレスをしながら、まあ、自分の選手は中に当ててセンターバックとかに合わせて、まあ、中を切ると、まあ、それが一番ね、まあ、いい攻撃守備かなと思っております。上田さんね、しっかりそういうところはねしっかりとね耳お耳に入れてねやってみてくださいと、ということでね、しっかりとね実況していこう。今日やばいな、今日なんか頭の中が動かないんだけど、なんかさたまにフリーズするんだけど、どうしてかな、なんかやばいね。おおおおいけんじゃない、デパイから回っていけ、停止、あー抜けないでいく。なんかさ今日たまにフリーズすんだよね、頭が。なんでだろう、本当にマジで。なんかさフリーズしていいのはスロットだけなんだよね、正直。別に俺の頭フリーズしなくていいんだよね、本当に意味ないから、その演出。マジで。おいいね、ここ来たー、決めていく。いました、今の。あのね、ジークーラタンでダイレクトでトラップしてそのまま前に向いてシュート打ちましたと、これがトリッキーなプレーって言うんですよ皆さんね。さただ単にさ1枚かわして打つ、それもトリッキーかもしれない。しかしこういうワンフェイクをね、この美しさを皆さんに知ってほしいですね。皆さんもね、しっかりとこういうね、まあね、ワンフェイントでかわしたりとかね、まあダイレクトトラップで軸ラターンをして、まあシュートを決める。これがトリッキーなプレーなので皆さんやってみてください。こういうのができる選手こそがね、本当のね、まあシーンのウィールドトッププレイヤーっていうわけなのでね、はい。ただ単にスルーパスしてね、何が面白いのかと、はい。スルーパスでロナウドやら、ムバッペやら、ルンメニギやらに合わせて、走らせて、そしてそのままダイレクト、2タッチ目でシュート。何が面白いのかと、はい。まあ、それも楽しいけどね、勝っちゃいい。まあ、勝つと面白い、確かに。勝つのは面白い。しかしね、まあ、やっぱりねこういうトリッキーなプレーで勝つことこそがねかっこいいしね、まあ、やっぱかっこいいとかっこいいと思います。女の子にモテる、だからこれ女の子にモテると言ったのよ。あ高校でね、まあ、高校生が結構多いと思うこのゲームやってる人、まあ、大学生もいいんだけど、あの例えばウィーやってるじゃん休憩中にね、まあ、もう携帯いじっちゃいけない高校もあるけどね、まあ、そういう時もね携帯いじっちゃう人いるでしょ、絶対友達と遊んだりしてるでしょ。そういう時にねデパイを使ってみなさい、デパイを使っています。そしたらね、クラスの女の子、またはね学年の女の子、または大学の同級生の女の子がちらっと携帯を見る、そしたらデパイが目に入る、あ、まるまるくんデパイ使ってる、かっこいいってなるからね、お前らな、ちゃんと見とけって、お前そういうのな、やっとけお前。女の子にこれでモテると、何々くんデパイ使ってるんですね、でそっから会話が始まるかもしれない。そういうね可能性をね、まあね皆さんね知らないでね、いや今までウィーをプレイしてきました、どう思いますか。今までの生活で無駄にしてきたと、危ない今までの生活で無駄にしてきたと思わないですか、ということでうなぎ登りなこのテンションの高さを披露したところでね、まあ、2点目を取るべきね、俺がね攻撃をね今どうしようか考えておりますよと、あいや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 え小学生の体育のサッカー連携皆無連携皆無なんだよ、危ねえおい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 、どうしたお前らさ、お前らダチョウ倶楽部じゃないんだよお前な、お前宝塚、お前ら演技してんのかもしかして、そのプレーお前宝塚もびっくりだぞそれ、お前劇団じゃんお前それ。お来た、こういうところ、おいおいおいお前さバナナの皮落ちてたよね今、絶対トラバサミ落ちてたかな今、すごかったよ今どういうこと、もう倒れちゃってるじゃんもう、もう打つ前に倒れて打ってるじゃん。おい、切った、うおまあね、やるやん、お前。そういうシュートなら外してもいいってこと。まあ、こういうのもトリッキーのプレーよ。うん、トリッキー、ひたすらですからね。もうね、もはや、ここもね、決めちゃおうかな、もうね、ドゥン、あいんだい。おい、やばいやばいやばい、こういうカウンターどうするべきか、俺もまだわかりませんと。はい。こういうのどうしよう、どうしよう、どうしよう。こういうこと、とりあえずセンターバックに合わせて下がんや、いや、俺らな、取っていく。お前ら分かってねえんだよ、守備の仕方ってね。俺ら守備解説動画撮ろうかなと。はい。お金取っちゃおうかなと。守備解説動画だってお金取っちゃおうかなと、バチコリと。はい。まあ、そういうところはね、まあね、規約違反なんでやめていこうと思いますと。はい。そう、意外とね、まあこういう、例えばね、まあ友達同士でもいいんだけど、まあね、俺が教えてやるよ、100円でみたいな感じで、こういう動画とか撮って、ほら、こういうんで分かりやすくね、説明するからって言ってね、お金取るの禁止なんですよ。皆さん覚えててください。プチ情報。ウィーであるあるプチ情報ということでね。はい。まあ、それはね、商業目的で使っちゃいけないという規約違反があるからダメらしいです。ということでね、細かいところ言ったことでね、俺の将来の夢はね、あれだから法廷マスターだからね、もう法律でね、裁きまくってね、もう弁護士マスターになるからね、わー、取られていく。もうね、そういうゲームあったよね、確か。名前忘れちゃったけど、逆転裁判だね。そう、逆転裁判だから、俺の将来の夢、逆転裁判、ここいけんじゃないのと。デパイが抜け出してますよと、ここでダイレクト打っていく、このね、
この決定力よ。ああ、これがデパイよ。あデパイの、まあ、素晴らしさと、はい、切断されていく。ということで、今回はですね、デパイを使っていったということで、はい。デパイの強さは、ドリブルもできるし、まあ、シュートも打てるし、まあ、ジクラタンとかあったりとか、やっぱりダイレクトトラップでああいうトリッキーなプレーもできますということで、皆さんね、ぜひね、デパイね、使ってみてね、使いやすかったら使ってみてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。